皆さんこんにちは東麻社会保険労務士法人人事コンサルタントの中島です本日のテーマですが民法及び育児介護休業法改正に伴う実務対応ということでお話をさせていただきます民法は2020年の4月から改正され育児介護休業法は2021年の1月から改正が予定されておりますこれらの改正に伴って人事に関する実務についても対応が必要になってきますので今回は改正に伴ってどのような対応が必要なのかということをお話し させていただきま,すまずは今回の法改正で人事労務担当者が認識しておくべきことの4つをお話しさせていただきます。 一つ目は身元保証契約書の見直しが必要となっていきます。こちらは民法の改正により対応が必要となった事項になります。二つ目は賃金請求権の消滅事項期間が延長ということで、こちらも民法の改正に伴って、労働基準法上の賃金請求権の消滅事項期間が延長されることとなりました。三つ目は人事関連書類の保存期間が延長ということで、こちらも消滅事項の期間が延長されることに伴って、 関連書類の保存期間が延長ということになっております最後に4つ目は育児介護休業法の改正に伴ってこの看護休暇介護休暇の取得単位が変更となっておりますまずは一つ目の身元保証契約書の見直しについてから見ていきたいと思いますまずは身元保証契約書の見直しということでそもそも民法で保証に関するルールが変更となりました 個人値保証契約の限度額ルールの変更とありますが値保証契約とは例えば保証人となる時点では現実にどれだけの債務が発生するのかはっきりしないだとかどれだけの金額を保証すればいいのかというのがわからないケースの契約を言いますこれまでの民法のルールですと限度額の特段の定めがなくそういったね保証契約というものを結ぶことができたんですが今後は限度額の定めのない個人の保証契約は無効という風うにルールが 変更となりました値保証契約の限度額ルールの変更ということですが値保証契約というのは下の例にある通り例えばアパートの賃貸契約で借りるのは本人なんですが親が賃料などを保証するために保証人に立つそういったケースを指しますこの値保証契約の限度額ルールの変更の背景としてはそもそも保証人となった時にどれだけの金額を保証しなければならないのかということがわからなかったので後から損害などが出た時に多額の金額を 請求されるというようよなケースがありましたそういったことが背景で限度額の定めのない個人保証契約は無効というふうに変更になっております。 この保証に関するルール変更に伴って、労務管理上でも対応が必要となっております。身元保証契約書についても、保証契約の対象となりますので、限度額の記載が必要となりました。身元保証契約書というのは、本人が会社に入社する際に、本人の経歴、素性に問題がないことを保証人が約束したりだとか、本人の責任で会社に実害が生じて、その実害に対して損害賠償責任を連帯しておうことを身元保証に に約束したりだとかそういった約束ごとを定めたものが身元保証契約書になりますほとんどの企業で身元保証契約書というのは採用の際に従業員からもらっているものかと存じます労働基準法では保証人に関する規定はないため保証人については民法の規定が適用されることとなります先ほどの限度額の定めのない個人の保証契約は無効という改正に伴ってこちらの身元保証契約書でも対応が必要となって できております限度額のない保証契約は無効ということで身元保証契約書の中にもほとんどのケースで損害賠償責任を連帯して負うことを約束した文言が入っているかと思いますでこれまでは限度額などは特段定めてなかったと思いますが今回の改正によって限度額はいくらまでというような文言を追加しないとこの身元保証契約書は無効ということになっておりますこちらの保証限度額の金額について 実際に損害ががあった時にどののの程度の保証が必要なのかとということを想定して金額を入れていいただく必要がございます実害をを想定してて金額を入れておかなければ、実際に損害があった時に保証が足りないだとか、そういったことが消えますので、ぜひ実害を想定して入れていただければと思います。来年の4月から多くの新入社員が入ってくると思いますが、身元保証契約書の見直しということで、限度額についても追記していただき、入社の準備を進めていただけたらと思います、 思います次に賃金請求権の消滅時効期間が延長ということでお話をさせていただきます賃金請求権の消滅時効期間というものは労働基準法上で定められているものになりますが労働基準法は民法の特別法という立て付けになっております民法で給与などの時効が1年から5年に改正されたことに伴って特別法である労働基準法も一緒に時効の期間が延びることとなりました労働基準法では 2, 2020年の4月までは給与などの時効は2年までとなっておりましたが今回の改正に伴って5年ということになっております法律上は5年というふうに規定はされていますが今は猶予期間として当分の間は3年ということで延長されておりますのでこちらの法律の内容が変わっております賃金の消滅時効期間が2年から5年に当分の間は3年ということで変わっております この時効期間延長の対象となるものとしては賃金もそうですし休業手当だとか残業代あとは有給を取った時の賃金そういったものが対象になっていきます今般のコロナウイルスの影響で休業されている会社さんも多くあると思いますが会社都合で休業を行った場合は休業手当の支払いが必要になっていきますその休業手当を支払ってなかった場合で訴求して休業手当の支払いを命じられた時にこれまでは2年まで訴求して払えばよかったものが5年 当分の間は3年というふうに時効の期間が延びているので最大でも5年を訴求して支払う可能性が出てきたということになりますあと未払い賃金に対して多くあるものといえば残業代がよくありますこちらの残業代も計算のミスで払っていなかったものがあるだとかそもそもサービス残業などで残業代を払っていなかったそういった未払い賃金も今年の2020年4月以降は時効が伸びておりますので最大3年下 上って支払いいを命じられる可能性がございますこれらの賃金請求権の消滅事項期間の延長に関連して人事関連のの書類の保存期間も延長となっております法令で作ることが求められている労働者名簿賃金台帳あとは雇用契約書労働条件通知書こういったものも現行3年だったものが5年当分の間は3年というふうに保存期間が延びておりますあとは付加金制度の対象となるものとして挙げております 付加金というのは未払い残業代などがあった場合に、えー、労働者の請求によって裁判所が未払い残業代と同じ同額を未払い残業代に加えて支払いを命じることができるものとなっておりますですので付加金などがあった場合は未払い残業代の2倍の金額を支払わないといけない可能性も出てくることとなります付加金の制度はもともとあったんですがこちらも対象となるのは解雇予告手当休業手当割増賃金まあ 年次有給休,休暇中の賃金これらの付加金制度の対象となるものもこれまでは2年まで訴求すればよかったものが改正後は5年まで訴求しなければならないということになっております有用期間としては当分の間は3年ということになっておりますがいずれは5年の訴求が必要になる可能性がございますこれらの書類の保存期間の年数も変わっておりますので実務担当者は保存期間が延びたということを認識していただいて3年で破棄してしまわないように注意が が必要です。 最後に育児介護休業法の改正についてお話をさせていただきます看護休暇介護休暇の取得単位が変更ということですがそもそも看護休暇介護休暇というのは何なのかという話をさせていただきます育児介護休業法のメインとなる制度は育児休業や介護休業といった制度になっておりますがそういった休業の制度とは別にこの看護休暇介護休暇というものが育児介護休業法上では取得できることとなって おります育児休業や介護休業は長い期間会社を休んで育児や介護に専念するというものですがこの看護休暇や介護休暇は勤務中にですね突然子どもの面倒を見ないといけなくなっただとか家族の介護をしなければならなくなった時だとかそういった時にお休みができる制度となっております。現在のこののののここ看護休暇介護休休暇暇介制度ははは日日日または半日単位での取得がが可能ということとあというあ所定労働時間が4時間以 以下の従業員は取得できななないいとううよルうルールになっております来年の2021年1月からは育児介護休業法が改正され1日または半日単位での取得だったものが1日または時間単位での取得が可能となっております。 取得単位が時間単位も可能になったことに伴って、所定労働時間4時間以下という制限はなくなり、すべての従業員が取得できることとなっております。今回のこの改正に伴って、実務上必要なことに関して言えば、育児介護休業規定の改定が必要となります。 多くの育児・介護休業規定ではこの看護休暇や介護休暇の規定がされていると思いますが取得単位が変更になりましたのでそこの部分についても改定が必要となってきています。 施工日は2021年の1月からになるのでそれまでに育児介護休業規定定の部分改定が必要となってままいりますここまで民法と育児介護休業法改正のお話をさせていただきましたがそれぞれで実務担当者は対応が必要となってきていますので身元保証契約書のフォーマットが改正内容に合っているのか育児介護休業規定が改正内容に合っているのかを確認していただいてもし改正内容に沿ってないのであれば身元保証契約 役所のの見見直直しししや、えー、育児介護休業規定の見直しに着手していいたただけたらと思いますコロナウイルスなどの状況下でなかなかそこまで手が回らないというお客様に対しては当までは育児介護休業法の規定改定サービスを行っております2021年の改正の他にも育児介護休業法は直近ですと2017年の1月と10月にも改正されておりますし育児介護休業法はさまざまな改正がされています5年前から1 育児介護休業規定を変えてないだとかそういったお客様がいらっしゃれば育児介護休業規定をトータルで作成するサービスも行っておりますので是非ご相談いただけたらと思いますもう一点のサービスとしては労務相談顧問契約サービスがございます、まあ、日々の法改正対応ですとか日々の労務問題そういったものをご相談いただいて我々が解決のご提案をさせていただく契約となっておりますこちらでは先ほどどのの身元保証契約書のひな形なども 提供しておりますのでぜひご興味のある方はお問い合わせをお待ちしておりますこれからも東馬社会保険労務士法人では人事労務に役立つ情報を提供してまいりますので今後ともご視聴よろしくお願いいたします本日はご視聴ありがとうございました